てはですね、ブームフロントバンパー吹き終わったんですけども、まあ、ちょっとざっくりとカラーをね確認してみましょう。だいぶ部屋もあり、ゴミも一つもついてないので、このまま車体につけて納車になりますね。まあ、このようにね、吹いた時の仕上がりが良ければ、まあ、ノンポリッシングで納車することは十分可能。まあ、肌ツヤを見ていただけると、まあ、このギリギリですね、この肌のツヤとこの質感、こういうのを出すのに、まあ、大体経験も非常に必要なんですけれども、まあ、こういう綺麗な状態になると、まあ、無駄な作業時間も省かれて、まあ、なるべく単価も安く提供できるということですね。技術力があるということは、それだけお客様に提供できる価値というものを、まあ、安く提供できるということなんですね。ですから技術というのは非常に大切だということです。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。チャオ。